互いこう結婚してのパートナーだったりとかさ、うわーそうか、何時何分この薬飲んでくださいねとか、昼食召し上がりましたか、食後にこちら飲んでくださいねって全部管理しなきゃいけなかったっていう。およそ何百メートル先、桜インター入り口を左方向です。タレントさんの関係がどうこうみたいなのあるけど、タレントさんがマネージャーさんにこれ業務外だろうみたいなこともあるからね。だからそのなんか上司部下の関係性が、桜インター入り口を左方向です。その先700メートル先、左方向、高速道路、入り口。やり取りも楽しいと思えてたら問題ないじゃない。左方向です。だけどそう思えてなかったら相手がやっぱりしちゃいけないことじゃないですか、これは。で何はダメ、全部ダメって僕はもう本当になんかマニュアル的に決めていくのはどうかなと思うから、やっぱり相手の心次第だと思うから、これは薬の世話は嫌でしょうね。世話っていうかな、甘えてんだな、はい、上司が甘えてるんですね本当にね。勝つってたまにさ、ちゃんとお礼してたらいいよ。上司の方が、上司の人がなんかどっか行ったらさ、絶対その人にはお土産買ってくるとか、こんなに一緒にご飯食べに行っても嫌な関係じゃなかったら、上司の人がどっか美味しいものを買ってくれるとか、その誘われるのも嫌だったら、まもなく左方向、高速道路、入り口です。その先、発見所です。なんかお土産とかちゃんとケアしてたら、その薬もそこまで気にならなくなってくるんじゃないかなと思う。
およそ700メートル先、桜インター入り口の右方向です。吸収しつつ、頃合いを見て仲裁になるように心がけていくと、別途給与あると嬉しいな。ご夫婦、子供が育って、家を離れて、およそ300メートル先、桜インター入り口の右方向です。で、犬か猫を飼うと離婚率が急激に下がる、はい、だからそんなことを思い出しながら今の話聞いてたんだけど、はい、だから片江久保さんも大変なように、桜インター入り口を右方向です。意外とワンちゃん猫ちゃんも頑張ってるのかなって、その大人のお母さん喧嘩しないでよって動物さんに、だから今片江久保さんと、ね、犬とか猫とね、ペットの大事な、まあ、ペットも大事な家族ですから、はい、そこと並べて話すのはちょっと違うかもしれないですけど、これはもちろん片江久保さんは、まあ、もちろんワンちゃん、猫ちゃんよりも、すごいレベルで、はい、ごめんね、一回動物の話は忘れてください、今これ。いやー、これはそうでしょうね。うん、相当気を使って気を回しながら場を和ませてるんでしょうね。はい、でもさ、こういうのってさ、さっきも5時台でもあったかもしれないけど、ちょっと給料出ていいよね。僕ね、数字にできないことでその会社にとって貢献してる人ってたくさんいると思うんですよね。営業の数字がどう、売上がどうとか、そういう話じゃなくて、さばいた数がどうじゃなくて、その人が朝おはようございますっていう一言が何でか知らないけど、みんなあの人のおかげであれできてるとか、早く来てね、あのお花をさしてくださってるとか、残っていろんなことケアしてくれてるとか、今日もありましたけど、誰かの下からの愚痴を聞いて、上からの不満も聞いて、下からの不満を聞いて、上からの愚痴を聞いて吸収してとかさ、あと誰かと誰かが喧嘩しないように気を回してるとか、僕ね、テクノロジーがすごい好きなんですけど、こういうのもちゃんと数値化してほしい。で、こういうのを評価、ちゃんと査定して、多少給料に反映してもいいんじゃないかなと思う。なんか左方向で頑張れテクノロジー、こんな出口でいい、頑張れテクノロジー、頑張れテクノロジー、こういう方々、こういう方々にちゃんとこう、まもなく発見所です。その先運気を左方向です。ちゃんと出せるような世界になればいいなと思った次第でございます。マンコン、このまもなく左方向、東京方面です。その先カーブです。
電車。まもなく右方向東。
夏の音楽祭2019。1回目の今日はグラナダ国際音楽祭オープニングコンサートの模様をお送りしています。スタジオにはピアニストの下山静香さんをゲストにお迎えしています。下山さん、大きな拍手が長く続いて、華やかな音楽祭いかがでしたでしょうか。オープニングの祝祭的な華やかさもありつつ、グローバの表現が非常にエレガントで透明感があって、グラナダの空に広がっていく感じです。思い出というと、とにかくご自分の音にもすごく厳しく出会い
料金所です。その先カーブです。もちろんとても優しい方なんですけれど、本当に関しては妥協ももちろんないという、その厳しさが非常に素敵で心に残ってます。そうですね、彼女の演奏からもその音へのこだわりっていうのは本当に録音からなんですがとても伝わってきますし、それでは引き続きグラナダ国際音楽祭オープニングコンサートからお聴きいただきましょう。次にお送りしますのはメンデルソン作曲交響曲第3番イタチョ作品56スコットランドです。管弦楽グラナダ市管弦楽団指揮アイバーボルトン。6月21日カルロス5世宮殿で行われた演奏会のライブ録音です。
この角大丈夫ですか？500円分、うん、レギュラー500円分ですね、はい、Tカードありますか？え？Tカード、スタヤのポイントカードない、はい、